試合始まったらすぐにお伝えしていきたいと思います。さあぜひ頑張ってほしいですね。それでは行きましょう。波動ファイト。さあまずはレッドサイドの火花のステータスを見ていきましょう。真ん中綾乃選手1135、右側ネガティブ選手4321、左側ズーマー選手5221、そして福岡第一高等学校 C チーム真ん中智也選手が1135、奥側ですね、結城選手が、おなるほど、アタッカーで4321、そして俊介選手も1135ということで、2壁というですねシールドプレイヤー2人いるような状態となっております。まずは真ん中にシールドを貼っているような形。おー、なるほど、同時に貼っていきましたね。これでアタッカーの結城選手どちらかにシールドを貼っていきたいところですね。さあちょっとね、はい、何も問題なく、試合は続行しているのでこのまま続けていきたいと思います。残り時間も着々と減っていったところで1点差。さあ、あの火花に1点差ということで、しっかりとここ取っていきたいところ。結城選手、あっとここで1点取っていく。残り10秒、結城選手はですねアタッカーなんですけれども、シールドは使わずに結城選手はフリーにして点数を取っていくと。さあここで試合終了。